キーウィーノー軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2156人であり、2000年の2301人から6.3%減少した。ミシガン州で最も人口の少ない軍である。軍庁所在地は未編入の町イーグルリバー村であり、同軍で人口最大の自治体は、 アーミーク村である。キーウィーノー軍はフォートンショート試験に属している。軍内にはアイルロイヤル国立公園が入っている。キーウィーノーリバティ図書館はオンライン図書館であり、キーウィーノー軍とそれを構成する軍区及び軍の道路に関する立案を行う軍道路委員会にとって重要問題と考える法律文書及び公的記録にリンクしている。軍名は インディアンの言葉で、陸路搬送が行われる道あるいは場所を意味していると、されている。ヘイブンダキ、ラクラベル近く、ヘイブンクリークにある、キーウィーノー軍は、ミシガン州で最北に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は5965.96平方マイルであり、このうち陸地540.97平方マイル。 水域は5424.98平方マイルで、水域率は90.93%である。アメリカ合衆国の軍及び軍相当地域の中で、キーウィーノー軍は水域率が最も高い。その大半はスペリオル湖であり、陸地は9.1%に過ぎない。北端はスペリオル湖に浮かぶアイルロイヤルであり、 キーウィーノー半島よりもカナダに近く位置している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キーウィーノー軍から出土した自然道磨き標本。19世紀後半から20世紀初めにかけて、軍内では銅の工業が栄えた。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営。 権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、 ここの都市と軍区の責任である。キーウィー農軍庁舎と保安官住居及び監獄はスペリオル湖に面したイーグルリバーの町にある。軍庁舎は1866年に建設され、1886年に保安官住居及び監獄が増設され、1925年に改修された。軍庁舎は当初の外観を保っている。 人口の少ないキーウィーノー群は19世紀後半から20世紀初めにかけて同採掘産業の中心だったが現在はリゾート地に変身した。このために1900年の人口より2000年の人口が少なくなったことではミシガン州唯一の群である。キーウィーノー群は下記5つの群区に分割されている。ありがとうございます。